は保育士クラブの七重です。保育士の仕事ではたくさんの子どもたちと関わることでいろいろな瞬間に立ち会います。その中でやりがいを感じられる瞬間も大変だと感じる瞬間もあるはずです。そこで今回の動画では保育士としてのやりがいを感じられる瞬間と合わせて保育士の大変なところを紹介していきます。保育士は多くの仕事量をこなす責任の重さを伴うので大変な仕事ではありますが、その分大きなやりがいがあります。この動画では保育士のやりがいについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは現役の保育士の方にとって役に立つ情報や、これから保育士になりたいという方にとってためになる情報を発信しています。今後もどんどん動画を上げていきますので、よければぜひチャンネル登録していただければと思います。では本編に入っていきます。実際に保育士としてのやりがいを感じられる瞬間はどういった時でしょうか。ここからは働く中でやりがいを感じられる瞬間を紹介していきます。保育園にいる間、子どもたちは日頃から様々な表情を見せてくれます。その中でもやはり保育士をしていて嬉しいと感じやすいのは、子どもの笑顔が引き出せた瞬間です。自分が準備した遊びで子どもたちが笑顔になってくれたり、登園時に笑顔で駆け寄ってきてくれたりすると、保育士になってよかったと感じられるでしょう。保育士ほど子どもたちの笑顔に囲まれる仕事は他にあまりないため、大きなやりがいにつながります。次は子どもの成長を感じられた瞬間です。子どもは日々成長し、保育士はその成長を間近で見守ることができます。歩けなかった子どもが今日歩けるようになった瞬間に立ち会えたり、嫌がっていた食材を一口食べられた瞬間を見ることができたりします。一生懸命子どもが練習していた逆上がりができた瞬間や、縄跳びが跳べた瞬間なども日々見かけることができるでしょう。保育士は子どもたちの日々の成長を1年を通して見守ります。一人一人の成長だけでなく、クラス全体を見ると4月と3月では大きく変化し、進級や卒園していく子どもたちを送り出すときにやりがいを感じられるのです。次は保護者から感謝の言葉を言われた瞬間です。保育士が関わるのは子どもたちだけではありませんよね。保護者との関わりの中でも保育士としてのやりがいを感じられる瞬間はあります。中でも特に先生に担任してもらえてよかったなどと言ってもらえた時は、これまでの頑張りが認められたと感じることができるでしょう。保護者との関係構築は悩むことも多いかもしれませんが、試行錯誤しながら対応したことが報われると大きなやりがいを感じられます。保護者からのいつもありがとうございますという言葉は、これからも保育士を続けていく上での糧になるのです。そして社会貢献ができていると感じた瞬間です。幼児期の大人との関わりは子どもの成長にとってもとても重要です。園児は一日のほとんどを保育園で過ごすため、保育士は重要な大人の一人と言えます。また働く保護者にとっても保育士はなくてならない存在です。子どもの人生にとって大切な役割を担うこと、働く保護者のサポートをすることは立派な社会貢献であり、誇りを感じることができるでしょう。保育士の大変なところは、たくさんのやりがいがある保育士ではありますが、それに伴って大変なこともたくさんあります。これから保育士の大変なところを3つ紹介します。1つ目は子どもたちとの関わり方が難しいです。保育士をしていて大変なのは、関わる相手が子どもだということです。子どもたち同士で喧嘩が始まったり、懐いてくれなかったりすることは多々あります。保育士の話を聞いてくれないことや、みんなで行う作品作りに参加したがらない子がいることもあるでしょう。そこで保育士がすべきことは、大声を上げて無理やり言うことを聞かせることではなく、子どもたちに寄り添って子ども自身が自発的に行動するのを見守ることです。2つ目は長時間労働になることがあるです。保育士の仕事では長時間労働になることがあります。運動会やお遊戯会などのイベントが近いときは残業せざるを得ないこともたびたび出てくるでしょう。しかしイベントの日程は決まっているので、長時間労働になりそうな日は予想することができます。企
較的余裕がある期間に休みを取ることなどを心がけ、体調を整えておくことが大切です。3つ目は、女性の多い職場で人間関係が複雑です。保育士は男性でもなることができる職業ですが、圧倒的に女性が多いことも特徴です。自然とできたグループから対立が起きたり、対立の巻き添えになってしまう可能性もあります。人間関係はどこの職場においても重要でありながら難しいものです。基本的に中立の立場になるように心がけ、陰口や対立にはあまり自分から関わらないようにしましょう。それでは動画のまとめに入っていきましょう。現在保育士を目指している方には、保育士のやりがいや大変さが伝わっていたら幸いです。現役保育士の方は保育士のやりがいや大変さを再確認するいい機会になったのではないでしょうか。保育士は子どもたちの成長を感じることができる他にも、保護者のことを助けることができたという貢献感を得ることもできる素敵な職業です。しかし子どもたちの関わり方が難しかったり、長時間労働があったりと大変なこともたくさんあります。どうしてもやりがいだけでは乗り越えられない、辛いと感じた場合は一度転職エージェントに相談することもおすすめです。最後まで動画をご覧くださりありがとうございました。この動画を見ている皆さんの次のステップが素晴らしいものになるように願っています。保育士クラブでは保育士の退職や転職などの相談や対策を紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。今回の動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。